ですね、3人の選手の皆さんから今日お集まりの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、はい、すいません、はい、ではお願いします。はい、あ、すいません、本日は短い時間でしたが本当にありがとうございました。少しでもあの女子野球の女子プロ野球の魅力と、カリンのマウンドの魅力が伝えられたかなと思いますので、あのぜひあのカリンのマウンドも読んでいただいて、また女子プロ野球の試合にも来ていただきたいと思います。次は9月4日に市営大宮球場で、試合がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。本当に私たちが喋っているのを聞くよりもまず見てあのプレーを見ていただくことが本当に女子プロ野球、女子野球の魅力を知っていただくことになるかなと思うので、ぜひあの球場にプレーを見に来ていただきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あの2人の方が言っていただいたんですけど、本当に試合を見に来ていただければ面白いなっていうことが絶対わかると思いますので、ぜひ試合を見に来てください。それとあのこの後私たちも千葉ロッテの試合を応援して帰るので、あの今日は千葉ロッテの応援を頑張りましょう。ありがとうございます。本日はカリンのマウンド発売記念、埼玉アストラヤより川端由紀選手、谷山里奈選手、奥村奈美選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さあ本日は、カリンのマウンド発売記念ということで、トークショー、そしてじゃんけん大会でお楽しみいただきました。皆様ぜひこれをきっかけに、カリンのマウンド読んでみてくださいね。そして女子プロ野球の方も応援をよろしくお願いいたします。以上でステージの方は全て終了になります。本日は埼玉アストラヤの選手の皆さんもマリーンズを応援してくださるということで、すごくね心強いです。皆さんも一緒に熱い応援よろしくお願いします。それではこの後はスタジアム